どうもこんにちは、アイヤキッチでした。はい、皆さんこんにちは。まあ、ジュレットの街にね、いてるってことは、まああれをやってきます。はい、本日23日から、はい、伝説なのね、伝説の、まあ、まさにドラゴンクエスト10のメインイベントね、メインイベントコンテンツ、はい、伝説の海のトラシカっていうね、はい、ゲームがやってきます。期間限定で、はいね、これね、今年ね、から始めた人が結構多いので、やり方が多分ね、知らない人、ああ僕初めてなんですよって方がね、多いと思うんでね、まあ、じっくりね、今日はその辺をね、はい、紹介して詳しく行ってきます。はい、まあね、やり方は簡単、いわゆるアイテムを集めてきます。アイテムはね、でアイテムに各ポイントがあるんですよ。でそのポイントをまあね、取ってくださいなっていう、まあ、そのポイントで、報酬がもらえますよっていうことなんですけど、もちろんね、はい、もちろんただでは取らせてもらえません。お邪魔マンボウくんがね、いますので、お邪魔マンボウくんが、はい、まあ、そのお邪魔のマンボウくんをかいくぐってアイテムを集めていこうっていうゲームなんですよ、こちら。まあ、なかなかね、あの対人戦ではないのでね、まあ、いわゆる個人戦ですね。ポイントをどんだけ集めれるか、うん、まあそれをね、今回はね、楽しんでいきましょうということなんですけども、で、じゃあ必要なものはありますか、高木ちゃんって。ない、うん、ないんですけど、みんなちょっと周り見て、ほら、ドン、浮き輪装備してるよね、浮き輪。うん、実はこのあやきち今回初めてなんですよ。初めて、挑みます。あ、初心者の方と、ちょっと何ら変わらないのでね、初めてやるので。それをね、一緒にちょっとやっていこうかなと思います。はい。これね、一応パーティー組んで、フレンド同士でいけます。どんな条件でも。うん。レベルが、1なんですけど、いけますか？いける。うん。条件は大してなかったような気がしたんですけど、これ。うん、すぐいけるよ。で、街はジュレットの街で、バルバトスに喋りかければいけます。で、わーい、高木ちゃん、じゃあもう早速フレンド一緒になっていくよっていうね。はい、その前に、必ずね、やらないといけないことがある。あれ？あ、そうそう、練習ソング、びっくりした。そうだよね。チュートリアルっていうものをやらないといけないんですよ、必ず。なので、あ、フレンドと一緒にやる方はね、まずね、このチュートリアルだけ終わらせてください。まあ、チュートリアルちょっと省きますね。はい、ってことでチュートリアル終わりました。はい。で、早速やっていきたいと思います。はい、ってことでよろしくお願いします。はい、いいな、早く、僕も浮き輪欲しいなっていうことで頑張ってね、浮き輪取りに行きましょうね。はい。各ポイントに、こうやって取ると、頭の上に数字が出るよね。あれがポイントとなります。取ったポイント。で、このポイントをとにかく高くまで集めなさいよって話なんですけど、危ねえな、おい。でね、このおでんもしっかり取って、はい、100点、あ、高木ちゃん、100点ってしょぼいっすね、って、あるね、あるよね、思うよね。うん。あのね、ものによっては、かなりね、ポイントの差があります。この本も1個取ったら7000ずつ。あ、いいね、1万4000。で、パイナップルも、6000円、危ねえ。で、3000点。で、絵画が、3500点。ってことでね、あります。なので、あ、おいね、黄金。これね、絶対キラーンって言ったら、結構高いものが落ちてるんで、絶対必ずね、耳を澄ましてください。耳を。キラーンって言ったらね、必ず、高いものが落ちてるんで。おっと、出ましたね、これ。さあ、今回からのオリジナルのね、サメちゃんっていうことでね、あのね、あのサメちゃんを受けると、スタン状態になったので気をつけてね。はい。で、スイカを取って2000点っていうね。やっぱり一番高いものはキラーンと光ったもの。これをね、取っていけば、かなり点数が稼げます。はい。ってことで、早速。はい。あやきち。あ、どべから2番目 ?3 番目かで、しょぼいな、おい。はい。ってことで、海に落ちたらマイナス5000点になっております。そして、黄金の、ほら、みたらし団子取ってね、1万5000点。そして、財宝の詰まった箱、1万5000点。ね。黄金の冠で8000点。っていうように、キラーンと光ったやつって結構、高いのよね。1万点とか。あと、黄金の女神像とか、いろいろございますので、音を澄まして、キラーンっていう音がありましたら、絶対どっかに点数が高いものが、いやらしいところに必ず落ちてる。うん。まあ、なので探してみてください。はい。で、ただね、ただ一つですね。
実はこの高いものだけを狙ってポイントを稼ぐんではなく、こちらボーナス効果っていうのがございます。うん、このボーナス効果がでかいんですよ。まただからさっき言ったおでん100点1個100点なんだけども、おでんを5個取ったら500点もらえます。さらにおでん愛好家っていうボーナスポイントがもらえるんですよ。なので1万点もらえます。全部で1万500ポイントもらえるってことなのです。例えばかき氷を1個取れば3000点なんですけど、いちごかき氷、ブルーハワイかき氷、メロンかき氷、これ3種類をね取れば1万点ボーナス入ります。9000点がもともと3個あるのでボーナスポイント1万点で、全部で19000、かき氷揃えただけで1万9000点もらえるんです。っていうように、上から2番目の夏の風物詩スイカを3個取っただけでボーナス1万点っていう形でボーナスポイントをもらえるので、なかなかねそのね、じゃあ点数が少ないやつもらわなくていいですか、拾わなくていいですかっていうわけにはいかない。どっちかというとこのトラッシュか、このボーナスポイントで稼ぐのが一番ね手っ取り早いです。ポイントを、確かに女神像1個取ったら1万ポイントもらえるんですよ。でかいです。それはプラスアルファそのボーナスポイントっていうのをプラス稼いでください。で一番高い、ボーナスポイントで今のかき氷をさらに3種類ずつ、いちごかき氷 ×3、 ブルーかき氷 ×3、 メロンかき氷 ×3 を取るとボーナスポイント2万点もらえます。全部で合計で4万7000ポイントになります。そして宝石コレクター、滑るために生まれたっていうボーナスポイントね、バナナを5個集める。これバナナが厄介で取っちゃうと転んでしまいます。うん、転んでしまいます。それを5個頑張って集めるとさらに2万ポイントもらえますので、はい、あとお弁当5個で1万5000ポイントがもらえますので、こういうボーナスポイントを積極的に狙っていってください。ボーナスポイントが17万3300ポイント貯まったということで、サメマンプリズンまで手に入れれますね。はい、ありがとうございます。おっと、そして浮き輪がなんともらえましたよ。いいじゃない。はい、この浮き輪大事です。この浮き輪大事です。ただの浮き輪じゃありません。これを持ってると特殊な効果を得られます。例えば鉄のサソリの浮き輪、トラッシュ化で光るものを入手すると一定時間無敵ってなります。光るものと何ですかって、宝石類ですね。宝石見たりピカーンと光ってるものを取ると無敵になります。まあその場のごとく爆発で吹っ飛ばされないです。でこれポイント、バナナあったじゃないですか先ほど、バナナで転ぶっていうの、うん、あれで転ばなくなるんでバナナのボーナスポイントがもらえるやすくなるんですよ。なのでサソリって結構おすすめです。でもう一つね、ダックスビル浮き輪、トラッシュ化で取ると鳥を取ると一定時間無敵。これは逆に鳥系、まあいわゆる鶏が押してくるのかな、鶏しかなかったですね。まあなのでダックスビルはちょっとおすすめではないんですけど、鶏がポンポン押してくればいいんですけど、あとね、もう一つおすすめなのが、サメですね、サメ。こちら。サメは、魚類を取ると移動速度アップするんですよ。で、タイとか、サザエだとかを取ると、足が速くなるので、これも結構おすすめです。ただ僕は、初心者って、な方は多分このサソリの方がおすすめかもしれない。宝石を取ったら無敵時間、その無敵時間を利用して取ってった方がいいのかなとは思うんですけども、はい、ってことで、それを踏まえてですねコツを説明してきます。まずね、この押してくる邪魔の障害物の爆発物の、爆発の仕方を覚えるっていうことと、あのサメね、サメを、覚える、こう常に外側を見ててください。で、この大きい爆弾は後方に円形にこう爆発しますと。で、こちらちっちゃい爆弾は円形に小さい範囲で爆発しますっていう形ですね。はい。で、これもうすぐサメが出るから気をつけてね。今、シュワシュワシュワってなってたでしょ。そして、この赤いやつ、十字に爆発します。なので、十字に、こう危ない危ない。OK! ロープのおかげで助かった。これはもう円形だね。ちっちゃい円形だね。
で、あの楕円形みたいです、こいつこいつ。こいつは真横に縦にこう爆発します。はい、ってことでこれも、広範囲でね、大きく爆発するっていうことで、まずやることは爆発の範囲を覚えましょう。はい、ってことで次にあとね、このロープを活躍しましょう。活躍、これロープね、落ちないんだ。なので例えばここにほら爆弾はいたとしても、ほら爆発巻き込まれても、あ、そっちから行くのね。爆発に巻き込まれても基本ね、あのロープの方に吹っ飛ばされたら、ロープの方が、守ってくれるので、ロープで大丈夫ですっていうことと、今このね、今ダイヤ取ったよね。あの台を取れば、このサソリの効果でよって無敵になりますので、サソリを取ってる方は、使ってる方は積極的に、あー、めっちゃ吹っ飛ぶな、ダイヤ、光るものを取ってってください。例えば、サメを持ってる方なんであれば、移動スピードが、魚類を、魚類を取ると、こうやってね、タイを取ると、取ったりすると、足が速くなるので、積極的に魚は取るようにしててください。これも、あ、やっぱ無敵になったね、このキラキラも。今のキラキラ光ってるから、団子も無敵になったね。これで爆弾岩とかに当たったところで、無敵な状態なので、大丈夫です。このサメもね、サメも大丈夫です。なりますので。さあ、で、しっかりと足が速くなるところに乗って、どっかキランって言ったね。キランって言ったってことは、どっかに高額なものが落ちてるってことだね。さあ、十字は大丈夫。あっちに出たね、黄金。さあ、来た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 。ダイヤ来て無敵状態になってるから突っ込んでも OK。さあ、キラキラ光ってるもの取って、でもって、女神像を取れる、取りたい、オッケー。はい、ってことで、ファーラットの浮き輪をもらいました。で、ファーラットはね、トラシカで常に移動速度が少しアップっていう感じなんですけども、少しだけ、ほんの少しだけちょっとアップするんですけど、これね、体感少しアップしたかなって感じなんで、まあちょっとやりにくいのかな。ちょっと一回やってみますけども、まあ実はライブ中でもやったんですけど、僕が会うのはやっぱりサソリかサメなんですよね。常に移動速度がアップなんですけど、ほんとね、少しだけなんですよ、少しだけ。うん、確かにちょっとだけアップしてるかなって感じなんですよね。まあ、なので、まあ、移動速度がアップすることによって、爆弾がね、判定がね、避けれやすいっていうのがあるんですけども、爆弾の判定を。さあ、これ横に、真横にだから大丈夫。で、かき氷もしっかり集めて、セット効果とのね、セット効果も少し取って、やばい、これまずい、これまずい、これまずい、ここにおれ。っていうことで、柱にぶつかって大丈夫。こういうね、障害物もしっかりね、利用しましょうね、障害物も。で、スイカもしっかり取って、でね、ここに本が、いかがわしい本がある。さあ、金ピカくん、これ無敵になんないからね、気をつけようね。わーい、サソリと、サソリの時と同じで、キラキラ取ったら無敵でしょってわけじゃないからね。足が速くなってますからね。これ黒い影はね、もうすぐ出てくるってことだからね。気をつけろ。で、ちゃんとかき氷も集めて、スイカも集めますと。あとね、これね、毎回ランダムなんですよ、出てくるアイテムって。例えばその時にいいものが出てきたりする、すごいね、差が激しいんですよね。なので、点数がね、たくさん取れる時と、取れない時って結構あるのよ。諦めずにね、そういう場合にね、次のね、戦いにね、挑みましょう。まあ、今回運が悪かったな程度ぐらいかな。本当に悪いと。かき氷も、今どこで落ちた要素ある。今疑惑の判定だろ今の。そしてですね、トータルスコアが100超えました。はい。で、100超えると覇者の心があります。で、この覇者の心とこちらの文字さんで交換ができるようになっております。今5個あるわけだね。で、サメの浮き輪がな、
ないので、今回。なので、サメの毛はね、しっかり取っときましょう。サメを取ることによって、さっきも言ったんですけど、魚を取ると、魚介類を取ると、移動速度がアップします。なので、サソリか、サメですかね、僕おすすめの浮き輪は。サソリかサメの浮き輪。はい、そして魚介類が出てるので、この魚介類を取ると、ほら、スピードがアップ。まあ、さっきのね、あれと違って、パワーラットと違って、だいぶ足の速さがね、違うんで、本当にサメはおすすめ。パワーラットを使うぐらいだったらね。さあ、かき氷もしっかり取っていく。ただし、魚介類が出なかったら、ちょっとしんどいかな、これ。ねえ、あ、来た来た来た。でも魚介類結構落ちるんだよね。魚介類は。さあ、スピードアップ。取ってく。ちょっと危険だけど取ってく。そして、かき氷もしっかり取って、さあ、どこにある？あ、黄金のあれ出てるね。黄金のエバラが。黄金のエバラの焼肉のタレが落ちてて、しっかり取っていく。で、画面全体をこれ見る。うん。魚介類ね。魚介類優先して取ろうね。さあ、足がアップして、こういうのをゆっくり回収していく。さあ、しっかり。あ、これ来るな。サメが来るな。波が出てるのはサメが来る。で、持って。魚介類もしてないね。魚介類は。貝が取って、パイナップル取ってく。で、枝豆も押してるから、なんか来るな、ここに。押してくるな。ここ十字だから、ここに折れば OK。はい、OK。で、キラキラ光ってく。これも十字だから、ここに OK。宝箱もあるね。しっかり回収しようね。宝箱で、やばいやな。来るな、来るな、来るな。危ない！おい、ナイスー！さあ、落ちる前に、取る！さあ、スイカもゲッチュ。いいじゃない、していく。はい、ってことで、1位、ありがとうございます。結構今回良かったね、中身が。銀の目が、ほら、二面何ぞ、詰まった箱、黄金のみたらし子1万5000、かき氷も1万、サウザンルビー1万。ただね、単品だとどうしてもね、18万7100が、ね、限界なんですけど、ここでボーナスが光ると。このボーナスがでかい、本当に。24万7000。うん。なので、本当に上を目指したい方は、まずボーナスをね、しっかり、どのボーナスがボーナスポイントとしてあるのかっていうのを把握してやった方がいいです。はい。で、今回のドルボードがこちらになっております。サメマンプリズムプゲラっていうね、このドヤ顔見てこれ。ね。サメのドヤドヤドヤ、ドヤドヤって顔してるよね。めっちゃ笑顔やん、あやきちゃん。あやきちゃんめっちゃ笑顔やん。ねえ。そしてこれが黄金のサメプリズムっていうことで、もうめっちゃ神々しいやん。チカチカする目が、目が。ただ、やっぱこう、まあ、あまり暗くないけど、暗い洞窟とか中では、すごくね、光って見えるんで、まあ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 、ね。だいぶいいですよね。道を照らしてくれるんで。たださ、この黄金の、サメプリズムがめちゃくちゃ人が集まってるとすごいチカチカして目が痛そうだね。はい、っていうことで今日は伝説のあの海のトラシュカね、コンテンツやってきました。今回初めてねトラシュカやるって方はすごく多いと思うので、本当に神イベントなので浮き輪ぐらいは取っといても全然いいとは思います。なかなかやって楽しいですしね。うん。まあ、ファーラットサメ版プリズム、これね、まあ、前回同様に、まあ、今までのね、イベント同様に、このイベントの時しか取れないのでね、こういう浮き輪ね、まあ、浮き輪があったからって言って別に何っていうわけじゃないんですけど、まあ、ね、こうやってね、ドヤドヤドヤね、できますので、浮き輪持ってるぜってできますのでね、良ければね、皆さんトラシュカ頑張ってやってみてはいかがでしょうか。はい、今日はね、トラシュカ攻略動画でした。頑張って、トラシュカやってけ。サメ版な。サメはせめて届けな。はい。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。